最終的に旗を上げるところまで作り上げるためには政子が必要だったんですね。北条政子という。わざわざこうしたところまで頼朝を流させたわけですね。それが伊豆の地であったと。馬を手に入れたりとかね、それであちこちね、伊豆のあちこち見ますと頼朝伝説っていうのがありますよ。富士の巻狩りっていう軍事演習を行った場所だと聞いています。今パラグライダーで空を飛べるので歴史のロマンを感じながら空から楽しんでいただければなと思います。900年前からこちらの露天風呂同じ場所にありまして、源頼朝がこちらにね琉球された時にここの温泉に入って作戦会議的なねことをしたんじゃないかなという。富士山の伏流水で数日間締めて泥臭さを抜いたものをお客さんに提供するっていうのが三島のうなぎの特徴なんです。 It's delicious and there's no fishy taste. Yeah. Sweet. 今から800年以上前に源頼朝公がまさに今皆さんが歩いている参道を通って平家を打倒する目的で100日間連続でお参りをするというようなことを三嶋大社でされておりました。そこから旗揚げを成功されて鎌倉幕府最初の将軍になっていきました。800年前の昔と変わらず源頼朝の気分になって楽しめるんじゃないかなと思います。